にちは、Eコンセプションの福島真希子です。今日はスクランピー石鹸についてお話しします。この石鹸ですね、扱い始めて3年ほどになるんですけれども、大好評です。これ西オーストラリアで手作りされている石鹸なんです。これすごいのがね、全部天然素材にこだわり尽くしてるんですよ。で、普通ね、石鹸っていうとね、いくら天然でも精油はね、100% 純粋じゃなかったりとかね、なんか、ちょっと難ありだったりするんですよね。着色料とかも私は、人工着色料はあまり好きじゃなかったりするので、でもこれね、全部、香料、まあ、匂いですね、香りも、色も、全部天然なんですよ。しかもこれすごいのが、こだわりがあるんですね。こだわりがある、ある。パームオイルを一切使ってないんです。よく石鹸の原料っていうとよくあるのがオリーブオイルとかココナッツオイルとか、そしてパーム油なんですよね。で、パーム油を入れると泡立ちが良くなるんですよね。で、それでまあ洗剤なんかにもよく使われてますよね。なんですけど、ここの会社の人たちはパーム油も絶対 NG。なんでかっていうと、パーム油の原産地であるマレーシアとか、あとインドネシアですね。そこではね、パーム油が売れるっていうことでですね、森をどんどん伐採して、油ヤシのプランテーションをどんどん広げてるんですよ。で、そのために大切な森が壊されてる。森っていうのは、二酸化炭素をね、こう、貯蔵してくれる大事な大事な地球の資源なんですよね。で、それが壊されていくっていうことは、まあ、地球温暖化、気候危機にも関係してきますしね。で、そういうことで、パーム油はもう絶対使わないっていう方針なんです。なので、入ってるオイルは、オリーブオイルとココナッツオイルと、そしてヒマシ油、キャスターオイルですね。ヒマシ油が入っています。で、これが基本の3つのオイルなんですけど、それ以外にも、石鹸の目的によって、他のオイルを足したりとかですね、そういう工夫をしているんですね。とにかく、ナチュラルな匂いがするんですよ。これほど、ほんと精油 100% 精油使ってくれてて、そして、お値段も結構ね、手頃じゃないですか。まあ、1000円切ってますからね。これは珍しいですよね。で、このスクランピー石鹸、いろんな種類があって、今、Eコンセプションで扱っているのが、在庫があるのだけで17種類なんですね。で、手作りなので、結構、品切れてたりとかですね、その時によって種類の出入りがあるんですけれども、今、17種類扱っている、その在庫がある商品について説明していこうと思います。基本的なオイルの主成分が3つって言いましたけれども、これに他のオイルが加わってくると、ちょっと感触が変わってくるんですよね。で、例えば、ヘンプ石鹸っていうのがあるんですけど、ヘンプ石鹸なんていうのは、これはヘンプシードオイル、麻の実のオイルですね、が入ってるんで、ちょっと感触が違って、ちょっとシルキーな感じっていうのかな、なってきますね。それから、シャンプーバーっていうのがあるんですけど、これなんかは、ヘンプシードオイルに、あとアボカド油が入ってるんですよ。この間やりましたよね、アボカド油。なので、まあ、アボカドって髪にもいいって言われるんですよね。だから入ってるんですけども、そういうわけで、シャンプー用に、それでね、こっちの方がね、なんか、泡が細かくなる感じがしますね。だからまあ、シャンプーみたいな感じで髪を洗いやすいんだと思います。あとね、独特なのが、これが独特。オーストラリア石鹸。これはね、ニーム油なんですよ。ニームオイルがメインになってるの。なんでね、これだけはちょっと感触が普通と違うんですよ。で、その違いがすごい気に入ってくださってる方たちが、もう大人買いしてきます、これは。だからよく売れてます。ベースの植物油は同じなんだけれども、使っている素材がユニークなものがあるんですね。例えば、ゴートミルクオイルって、これね、西オーストラリアで、そこで取れるヤギのお乳を、もう、精製してないんですよ。未精製のまま、もう朝絞ってそのまま持ってきて作るみたいな感じでやってるんで、なんかね、すごい濃厚なんですよね、このミルクの感じが。私これ大好きで、もう洗顔用はもうこれって決めてます。うん。それからもう一つ素材がユニークっていうことを言うと、サンダルウッド石鹸。で、これはね、サンダルウッドの精油じゃないんですよ、入ってるのが。サンダルウッドの蒸留水と、それから粉も入ってるんですよね。なんで、サンダルウッド石鹸って言いますけど、いわゆるサンダルウッドの匂いというよりは、すごくね、品のいい上品な香りがしますね。で、最近、新しい、ニューフェイスとして登場したのが、ハニー&ティートリーっていうことで。これティートリーがメインなんですけど、あんまりティートリーっぽくないんですよ。なんかハニーの甘さの方が立ってる感じで、心地いいですね。抗菌作用としてはこれ一番かなと思ってます。それからもう一つ新しいのは、ライムバーム石鹸。これもね、柑橘系の香りがすごいシャキッとします。シャキッっていう香りで心地いいですね。
それからまた、クレイが入ってる石鹸っていうのがあります。例えば、オレンジ&アニシード石鹸っていうんですけど、あ、フローラル石鹸。これね、一番人気なんですよ。一番売れてる石鹸なんですけど、甘いスイートなね、匂いがします。そしてこれはね、ピンククレイが入ってますね。あと、クラリセージ石鹸。これもクレイが入ってます。で、これね、すっごいいい匂いね。クラリセージっていうから、クラリセージの精油の匂いだと思うじゃないですか。全然違うんです、これ。クラリセージの精油にプラス、ペルーバルサムっていう香りが入っててね。これが抗菌作用にも優れるんですけど、このね、なんかちょっと甘くてね、セクシーな感じ。これ最高です。クラリセージとも合うんですよね。この匂い癖になりますよ。一回ハマっちゃうと。ほんと私これ大好きです。うん。あとこれもね、人気ですよね。ラベンダー&ライムってやつです。まあ、ラベンダー、お馴染みなんですけど、これも売れ筋ですね。そう。あとこれはね、クレイじゃないんだけど、ペパーミント&パミスって言って、パミスっていうのは、軽石なんですよ。だから軽石の粉が入ってるの。だからね、ちょっとね、滑る感じ？スルスルっていう感じ？ツルっていう感じがするんですね。毛穴のお掃除とかに良さそうな。うん。足裏のお掃除とかに良さそうな。なんかキリッとした感じの石鹸です。うん。あと皆さんね、石鹸って言うと、石鹸として使うんですけど、当たり前ですね。だけど、実はちょっと変わった使い方があって、これすごい私気に入ってるんですけど、石鹸はですね、こういう袋に入れるんですよ、コットンでも。まあ、朝でも何でもいいんですけど、袋に入れて、こう縛って、で、洋服ダンスに入れるんです。洋服ダンスに吊るしてもいいですし、洋服ダンスの引き出しの中に入れてもいいですよね。そうすると、これかなり、エッセンシャルオイルが強いので、エッセンシャルの香りがね、虫から服を守ってくれるんですね。虫除けに使える。で、こんな風に入れるんですけれども、香りがね、だんだん落ちてきたら、ちょっとね、ここスライスしてもらうんですよ。ちょっとスライスする。そしてまた香りがわーって出てくるんで。で、足りなくなったらまたスライスするってやるとね、結構長いこと持ちますわ。私これね、もう3年も5年もね、使ってるのがあるくらいなんですよ。なんで、ぜひ、皆さんも試してみてください。はい。で、まあ、私の個人的なお気に入りは、先ほど言いました、何度もすごいしつこく言ってるんですけど、ゴートミルク石鹸。あと、クライセージの石鹸ね、この香りがいいやつ。あとね、これも大好きなの、オレンジ&アニシードって、アニシードってね、八角なんですよね。これも抗菌作用があるし、香りがシャキッとする香りなんですよね。私、これはね、手洗うの。うん。手を、殺菌するのによく使います。大好き、これも。うん。まあ、これはまあ、私のお気に入りなんですけども、実際に売れてるのは、フローラル石鹸、それからラベンダーとライムの石鹸、そしてオーストラリア石鹸って感じになってます。で、ここでね、めちゃくちゃ種類が多いじゃないですか。だから皆さんが、どれ選んだらいいか分かんなくなっちゃうんじゃないかなと思って、で、どんな香りがするのかをですね、香りのある石鹸に限って、香りの地図を作ってみたいと思います。はい。じゃあこれたくさんの石鹸がありますけれども、これをですね4つの香りに大体分類してみたいと思います。スイート系、これ甘いフローラル系の香りが多いですね。それからスパイシーな香り、またシトラス柑橘系の香り、そしてフレッシュ、これスッキリ系で、フレッシュのもうほとんどが抗菌作用に優れますね。置いていきますね。これはレモンマートルの石鹸なんですけど、これはそうですね、フレッシュとシトラスの間くらいかな。これはオーストラリア石鹸で、ティートリーとかユーカリとか入ってるんで、まあフレッシュですかね。で、これは、オレンジ&アニシードなんで、これはシトラスとスパイスの間ぐらいかな。ティートリー。そうですね、甘くてフレッシュな感じかな。この間ぐらいかな。これは、レモン&ライムリーフ石鹸。シトラスかな。で、これはね、シャンプーバーはね、ラベンダー&ローズマリーなんですよ。うん、フレッシュですね。クラリセージ、これが先ほど言ったね、もう絶妙に甘くて気持ちのいいやつ。これね、スイートとスパイスの間ぐらいかな。ラベンダーライムはね、シトラスとフレッシュの間ぐらいかな。フローラル、これはもう文句なくスイートですね。で、これは、オレンジ&シナモン。シトラスとスパイスの間、この辺かな。ライムバーム、これはもう文句なくシトラスですね。ペパミント&パミス、これは文句なくフレッシュ。これね、ホップ&糖蜜石鹸って言って、これとても面白い石鹸なんですね。甘みもあってスパイスの感じもあって、この辺かな。バニラ&スパイスは甘くてスパイス、ここですね。はい、こんな感じ。もうありとあらゆる香りがあるんですけれども、この中で皆さんのお好みの香りどれになりそうでしょうか。
はい、いろんな香りのある、特徴的なスクランピー石鹸、どうぞ皆さんお楽しみください。ではまた。このチャンネルでは健康と美容に関する情報をお届けしております。ご興味のある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。